青汁王子こと実業家三崎優太氏が7月1日自身の YouTube チャンネルを更新し、5月に緊急搬送されたと報道されたことについて説明した。今回は青汁王子の動画を見た感想を語っていくので、もし青汁王子の動画を見ていない人がいたら先にそちらから見てね。誤解される前に言うけど、私はデマ情報に気づかず YouTube で発信した峰島社長は悪いと思っているからね。だから峰島信者だとは思わないでね。青汁王子は峰島社長の動画がほぼ事実無根だと言っていたけど、さすがに150本も事実無根だったら YouTube も動くでしょ。それこそ著名な方なんだから弁護士にも依頼しやすいだろうし、なんで150本まで動画を上げるの待ってたの？警察や弁護士は150本も動画を上げるまで何もしなかったのかな？いくら対応が遅いからってそれはないよね。ちょっと不思議だよね。恐喝事件について疑問に思ったことを話すね。三崎氏の会社の顧問を務める人物を通じて、ありもしない事件をネタに金銭や謝罪動画の投稿まで求められる事態になり、追い詰められたっていう話だけど、なんかおかしくない？三崎氏が過去に何かやっていて、それを公表されたくなければお金を払えと脅されました、それで精神的に病みましたならわかるよ。でも三崎氏は過去に何にもやってないんだよね。だったらそんな恐喝をされてもやってませんけど、何言ってるのこの人って流して、逆に配信で晒してネタにすればいい話だと思うんだけど、どうかな。あと動画を見て感じたのは、三崎氏は恐喝されたって言っている割には恐喝されたっていう証拠を出していないよね。三崎氏ほど聡明な方なら LINE か録音かで証拠は絶対持ってると思うんだけど、なんで出さないのかな。あと、あなたの手下の折原氏がデマを発信した人物を特定しているみたいだけど、そこには何もしないのかな。デマを流した犯人がわからないなら何もできないけど、特定してくれているからね。この人も訴えるよね。だって犯人なんだから。三崎氏は今回のことで誹謗中傷された苦しみを知られたのであれば、事実であろうと誹謗中傷がいかに心にダメージを与えるのか理解はしたよね。誹謗中傷された苦しみを知った今、誹謗中傷している YouTuber に賛同とか支援なんてしないよね。ご自身も今後は誹謗中傷や暴露するのではなく、止める行為をしてほしいね。今回は以上だよ。ご視聴ありがとうございました。